皆様こんにちは。6月15日今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのがドル円の時間足です。本日109円の90で買いを差しましたが、一瞬緩んだところがですね、こちらの方ですね、緩んで、ビットベース985まで、ということでこれはついておりません。またあの110円台戻ってしまいました。まあ、オーバーナイトで、今晩考えるのであれば、90 の、その買いオーダー、まあ、本来はですね、まあ、85ぐらいまで下げたいところであるんですけど、まあ、一回、まあ、90で行こうかどうしようかなとちょっと考えておりましたので、まあ、85にちょっと下げましょう。下げましょう。9円の85の買い、そして、ストップはこの時間足の雲の加減が割れたところ109円の55でストップで、利食いは100等円の、こちらの方はですね、今日自分でもロングを取ったら20で利食うということで100等円20で、まあ、利食いの差し値を入れておりましたが、これそのまま続行で100等円の20で利食いたいというふうに思います。まあ、朝方自分であのコメントを書きましたように、そんなに110円台どんどん上がる感じではないと、追っかけてあまり高いところ買わないようにしたいというふうに考えておりましたが、まあその通りでございました。ユーロドル、こちらの方は朝方 1.2140 の売りを指して先ほどこれができまして、ちょっとこう全体的にドル売りが強まった時でございましたので、ユーロドルは 1.2140 で売ったものを397で買い戻してほとんどチャラで逃げております。持ってたら今一瞬なんか47ぐらいまで上がって、40近辺まで下がってきた動きでございますけど、まあ、方向性として見れば引きつけて、売りというふうに、朝方考えたんですけど、まあ、クロス円も結構堅調に動いてますので、もしやるとすれば、1.21 がだいぶ硬くなってるというふうに考えれば 1.21 の、15で買いを、1.20 のこちらですね、90でストップを、利食いを 1.21 の、この移動平均線、200移動平均線が今 1.21569 にありますが、それの手前 1.2155 でプロフィットテイクを考えてみたいと思います。ユーロドルは朝方売りで考えましたが、オーバーナイトは買いでイメージひっくり返したいと思います。ユーロ円です。ユーロ円朝方3.15で買い足しということで、利食いを3.65で考えましたが、利食いの3.65はね、あのここでもう到達をしている、ただ全く緩まなかったという感じでございまして、一番安値が3.5近辺で、15はノーチャンスでございました。やるとすればあの本当に、もう一回この30近辺ですかね、200移動平均線のところを買ってみて、30買って、もしこれが潰れていったらもうちょっと133円で損切りを、利食いは133円の、ここで直近高値75がありますので、まあ75近辺で、もう今68までやってますからね、30拾えたら75利食いで考えてみたいと思います。ポンドドルです。ポンドドル、こちらの方もですね、まあ、朝方ちょっと上値重たいかなということで、戻り売りで考えましたが、 1.41 のこの40、200移動平均線が今41379にありますが、 1.4140、このところで、売りを、そして、損切りは 1.41 の、この60の上ですね、この辺、時間足の上ひげが3本並んでいるところ、そして、左に目を転ずれば、ちょうど下ひげが同じようなポイントで止まっております。これ 1.4165 なので、これが抜けたら損切りをしたいと思います。買い戻しは 1.40 の41割れたところですね、95でポンド円はあのポンドドルは考えたいと思います。でポンド円ですけれども、方向的にはドル円が上昇で、ポンドドルが下落方向で、
揉み合いになりそうですが、まあ、ポンド155円の丸5で買い足すというふうに入れましたが、変えて2丸近辺が精一杯でございました。丸5はちょっと深すぎた形です。サリトでね、なかなかね、オーバーナイトで高いところをちょっとビットさせたくないんで、ダメ元で、この丸5というのは続行したいと思います。丸5の買い、ストップ154の85で、これも朝と一緒です。155円台、利食いを、まあ、朝方70というふうに作りましたけど、まあ、70ちょっと深いのかな、ちょっと、下げて、5丸で利食いを考えてみたいと思います。まあ、OG 円ですけれども、ちょっと先にちょっと OG ドル見ますね。OG ドルなんですけど、こちらの方もやっぱり上値は重たいことは間違いないところでございまして、 0.7720 は売りたい。 0.77 の、こちらの方ですね、まあ、5丸超えたらこれ損切りを。 0.76 台、時間足でちょっとはっきりしないので4時間足で見て、 0.76 の0.76 の、まあ、70が拾えたら一番いい、利食いとしてはいいんでしょうけど、そこまでいかない可能性が高いので、7720売れたら76の85でしょうかね。まあ、戻り売りで考えてみたいと思います。OGN に関してみれば、今日は、84の65で買いを考えましたが、全く届かず上がってしまいました。84の70すら拾えない状況でございまして、今ちょうど下がってきたところ、まあ、84の60、朝方よりもちょっとビット下げて84の60買いで、ストップを84円の、朝方は45に置きましたが、まあ、ビット下げてる分だけ84の35にストップを下げて、84の、こちら60拾えたら85円の丸5で利食いを考えてみたいと思います。ニュージードルです。ニュージードルもやっぱり上値重たいです。方向的には 0.71 の、70レベル売りで、 0.72 の72の10ですね、ストップで 0.71 の買い戻しは7125でイメージしたいです。ニュージー円についてはやはり、今日は78円の25の買いからイメージしましたが、これも拾えず78の50も割れませんでした。まあ、ビットでやるとしたら78の355の買い で78のここの直近安値抜けたらストップで、78の丸5ストップで78円台、利食いはこの79円の手前ですね、ちょうど200移動平均線が846、そして雲の下限が78円の906にあります。78の85で利食いを考えてみたいというふうに思います。クロス円は、まあ、お調べて、まあ、下がったところを買いで、それと朝方売りでございましたユーロドルを押し目買いに変えて、ドル円はもともと買いでございますので、クロス円は全部掛け算通貨としてやっぱり買いになります。今晩、どこまで一旦緩んでくれるかどうか、ただし FOMC で、テーパリング実際行われると思っている人間は、まあ、ほぼマーケットにはいないだろう。ただその文言がどういった形になるのかをちょっと期待をしていると。ただ今一生懸命ドルショートを減らしている、買い戻しが進んでいるという状況の中では、もし、マーケットが思った通りのそのまましか出なければ、まあ、若干のドルの今まで軽くした分の、今度ドル売りがもう一回出てくる可能性はあるのかな、そんな気がしております。従いまして、まあ、あんまりあの調子に乗って高いところビットさせて買いたくはないなというのが本音であります。
また今晩何かございましたらぜひよろしくお願い申し上げます。6月15日、今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。それでは失礼します。 JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。